大きな動物だってちゃんと柵の中で飼うことができる。だったら怪獣だって。レナ、あ、どうしたの？元気ないじゃん。そんなことないよ。せっかくの休みなんだから楽しまなきゃ。あ、すごい、かわいい。堀井さんみたいだね。触っていいのかな？向こうもいっぱい堀井さんいるよ。ちょっと行ってみようよ。あ、リーダー牛乳好きだったよね。持って帰ろう。あ、牛だ、かわいいな。ピンコって言うんだ。え、この牛の名前。あ、ピンコちゃん。それでな、あっちがポンタって言うんだ。ポンタ、ピンコポンタ。漫才師みたいですね。あ、絞りだろ。じゃあこっち、こっち回って、こっち、こっち回って。あそこ座って。乳搾り？いいか、こうやってね、上から下に優しくシュッとね、やってみなさい。上から下に優しくですか。うわっ、大悟乳臭い。ダメだよ君、力の入れすぎだよ。すいません。牛はね、怖がりでおとなしい生き物なんだ。だからこう優しく、優しく扱ってやらないとダメなんだよ。はい、愛情を持って育ててらっしゃるんですね。愛情？当たり前だよ。ピンコたちはね、こうわしの子供たちみたいなもんなんだ。な、なんなんだ？こんなとこに出てきやがって許さねえ。おじさん、すぐ逃げてください。バカ言ってんじゃねえ。ピンコたち置いて逃げられるわけねえじゃねえか。でもここにいては危険です。すぐ退避してください。こちら大吾、ヴィラ動物園に会議室で。何？大吾、どんな様子だ？じっとして動きません。どういうことだ？なんだこの音は。お腹が鳴ってるのよ。お腹を空かしてるんだわ。お腹？なんちゅうやっちゃ。いきなり地中から現れて腹すかしてグーグーかいな。人騒がせなやっちゃ。怪獣はな、みんな人騒がせだぜ。ホリピンポン。動物を食べに出てきたんだろう。動物を？動物園には動物の他に人間もいっぱいいる。人間も？ヴィラ動物園、周囲20キロの住民に対して避難勧告。出撃！
動物園。なんやな、こんなのんきな怪獣に当たったことないからどうしていいか分からへんな。まったくですよ、うん、で君らここで何しとった？はよ着替えなさいね、はい、はよ、リーダー、奴が行動する前にテキサスビームで始末してしまいましょう。そうだな、犠牲者が出てからで遅い。よし、新庄、テキサスビーム発射スタンバイ。了解。どうしたレナ？怪獣が泣いてます。何？あの怪獣はもしかしたら怖がりでおとなしいやつかもしれない。しかしレナ隊、事件が起こってからでは遅いんだぞ。いや、事件はもうすでに目の前に起きている。怪獣が出現したこと自体が大事件なんだ。そうでしょうか。それは私たちの人間の勝手な考えなんではないでしょうか。あいつはまだ何もしてないわ。怪獣だからといって悪いやつだと決めつけてしまうのはまだ早いんではないでしょうか。あの怪獣はこの動物園にいる動物たちと同じように可愛いやつかもしれない。そう思うんです。しかしレナ隊、もし行動を開始し住宅地への大移動を始めたら被害は莫大なものになる。分かっています。でもそれから攻撃しても遅くはないと思います。今は怪獣としてではなく動物として見守ってあげたいんです。そうね、何も怪獣を倒すことだけがガッツの任務ではないわ。ここはレナ隊の考え方も一つの手段ね。隊長。だけどレナ隊員、怪獣が危害を加えるようなことがあればすぐ攻撃するわよ。攻撃中心、着陸する。了解。すみませんでした。謝ることはない、これは作戦だ。ガッツ、あんたらガッツだったのか。なんで怪獣やっつけるんだ。怪獣退治するのがあんたらの仕事だろう。何ボサッとしてんだ。早くあいつをやっつけちまえばいいんだよ。そんなに興奮させてください。なんだと。うちの動物たちが食われてもいいってのか。いや、そういうわけではありません。これはあくまで作戦で、奴の出方を見てるんです。何甘いこと言ってんだ。わしがな、どんなに動物を大切にしてるかあんたには分からねえんだ。お気持ちは分かります。何だと。でも怪獣もここにいる動物たちと同じ生き物なんです。ただ檻に入っていないだけ、檻に入っていないから恐怖するだけ。だからといって怪獣を傷つける権利はないんです。いずれにしても奴が行動を開始すれば我々は戦います。安心して退避してください。わかりました。どうしたの？いいですか、この2枚の骨格と写真を重ねます。ほとんど同じね。
はい。巨大生物の習性が分かったわ。何ですって？あいつはモグラネズミの変異体なの。モグラネズミですか？そう、過去に地下に捨てられた廃棄物を食べて巨大化した怪獣なのよ。あいつは光に弱いのよ。昼間は光が強くて活動できないわ。しかし夜になったら食料を求めて動き出すわ。全員臨戦態勢を怠らないで。了解。なんやこれ。なあ、山本さんからやで、これ手紙。さっきはすまんことを言った。みんなで牛乳を飲んで体を温めてください。これはピンコの父です。せっかくだからみんなでいただきましょうか。そやな。おお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 お。夜になるまでのんびり待つ。こんな作戦俺は甘いと思うぜ。奴は動物じゃない、怪獣なんだ。動物と怪獣、その違いって何なんでしょうね。デカさだよ、デカさ。デカいというだけで奴は人間を恐怖させ、経済を麻痺させる。デカいっていうだけで。レナ、私間違ってるのかな。でもあの怪獣は私たち人間が巨大化させてしまったのよ。大きくたって動物よ。あの子には生きる権利があるわ。最後は2号機で発進。了解。ピンコ待ってろよ。俺がな、あんな怪獣やっつけてやるから。うわあ！やい怪獣！牛たちに手出したら、そっちいるぞ！山本さん！危険だ！お前らだな！とっとと死んだか帰ってくれ！これで奴の気を逃しましょう。け。
山本さんを救助する。はい、堀井はこの場で援護してくれ。了解、行くぞ。はい。エルチェンジビームはティガのエネルギーを極限まで消耗させるのだ。ティガ、すごい。ピンコ、ピンコ、ピンコ、いや、よかったな。無事でよかったよ、ピンコ。大丈夫ですか、新庄さん。あ、頭がな。大悟は？なんか疲れちゃいましたよ。またやっちゃいましたね。あ、落っことした。何期目だ、これで。もう数え切れねえよ。
ウルトラマンティガはこいつの全ての細胞を同じ比率で縮小したんだ。神のなせる技やな。神？もしティガが神なら、この怪獣を救おうとしたレナ隊員の優しい心をお見通しだったとしても不思議ではないな。しかし小さくなったとはいえ、こいつどないします？レナ、そいつは怪獣だぞ。怪獣じゃないです、動物ですよ。こいつはもうでかくない。そうでしょう。まあな。名前は何にする？じゃあ飼ってくださるんですか？動物を可愛がらない飼育係なんていないよ。山本さん。ほな山さん、こういうのどうですか？モグラは英語でモール、ネズミはラット、合わせてモーラット。なんだ、怪獣の名前みたいだな。じゃあ正式名称はモーラット、通称モラちゃん。モラちゃん、それなら動物っぽいな。よし、モラちゃん。ほら、ミルク持ってきたぞ。ほら、ミルクだぞ。ほら、うめでついてる。ごめんだよ。あ、ゆっくりゆっくり。もう一個。そう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 、うまいぞ。いいぞ。モラちゃんと仲良くね。よし、帰るぞ。了解。はい。じゃあね、元気でね。陳情。はい。大吾。はい。お前たちはまだ仕事が残ってる。ガッツイング2号を修理して帰投せよ。あー、やっぱり。